本日は種類概論一問一答です。それでは早速行きましょう。ルイ・パストゥールが低温殺菌法を発明した年は1866年、1873年、1876年、1883年。1866年、ルイ・パストゥールが発明した低温殺菌法によりビールは変質せずに長期保存が可能になりました。原料に砂糖の使用が認められている古黄色ビールはエール、ランビック、スタウト、トラピスト。スタウト。スタウトはイギリスの上面発酵ビールです。ギネスが代表的で濃厚でホップの苦味の強いビールです。日本においてビールの始まりとされる時代は明治初期、明治中期、明治末期、大正初期。明治初期。明治初期後、トップメーカーの会社の分割や種類配給公団の廃止など幾多の変遷が起こりました。ドイツのアインベック発祥の仮面発酵ビールはピルスナー、ボック、アルト、バイゼン。ボック。ボックはドイツのアインベック発祥の仮面発酵ビールです。バイエルン地方で多く展開されています。ドイツのバイエルン地方の上面発酵ビールの原料はトウモロコシ、大麦、米、小麦。ドイツのバイエルン地方の上面発酵ビールは小麦、麦芽を使用したもので苦味が少なく炭酸ガスが強いです。ランビックの発祥国はドイツ、ベルギー、イギリス、チェコ。ベルギー。ランビックはベルギーのブリュッセルで作られる伝統的なビールです。1から2年ほど自然発酵させるため、酸味や特有の香りがあります。原料にトウモロコシ 51% 以上とライ麦を少量用いるウイスキーは、バーボンウイスキー、スコッチウイスキー、カナディアンウイスキー、アイリッシュウイスキー、バーボンウイスキー。バーボンウイスキーは 51% 以上のトウモロコシと少量のライ麦を麦芽で糖化し、発酵後連続式蒸留によってアルコール度数 80% 未満で作られます。アメリカンウイスキーに関してストレートの表示をする際の最低貯蔵年数は2年、3年、4年、5年。2年。アメリカンウイスキーの味わいは華やかで厚みがあるオーク樽の香りが強いです。サントリーウイスキー白札の発売年は1918年、1929年、1936年、1937年。1929年、国産ウイスキー第1号のサントリーウイスキー白札の売れ行きは不調でしたが、1937年発売のサントリーウイスキー角瓶は大きく支持されました。コニャック地方の中でグランドシャンパーニュの土壌は粘土質土壌、砂利質土壌、石灰岩土壌、砂質土壌。石灰岩土壌。グランドシャンパーニュは石灰岩土壌で、繊細で力強くボリューム感のある最高品質のコニャックです。コニャックの熟成表示の規定で VSOP のコントはコント2、コント4、コント6、コント10。コント4。コント4は他にリザーブ、ビュー、
レア、ロイヤルと表記されるものがあります。コントは熟成年数の単位で、収穫翌年の4月1日から起算するものです。アルマニャックの地区の中で最高品質となる地区は、オーアルマニャック、バアルマニャック、アルマニャックテナレーズ、バアルマニャック。バアルマニャックは砂の最も多い最高品質の土壌で、栽培面積の 67% を占めます。マールダルザスゲベルツトナミネールの最低アルコール度数は 38%、40%、42%、45%、45%。マールとはブドウの房や発酵終了後のもろみを圧搾した果皮や種などを発酵蒸留して得たオードビーのことです。カルバドス・ペイドージュの最低熟成期間は1年、2年、3年、4年、2年。カルバドス・ペイドージュは2年以上、カルバドス・ドン・フロンテは3年以上の最低熟成期間があります。カルバドスで最低熟成表示が3年のものは VS、ビュー、VO、XO、ビュー。ビューは最低3年熟成、 VS は2年、 VO は4年、 XO は6年です。サクランボ原料のブランデーのフランスでの名称はグラッパ、マール、キリシュ、シードル、キルシュ。フランスではキルシュ、ドイツではキルシュワッサーと呼ばれ、フランスのキルシュドフジェロルは AOC に認定されています。オードビューフュリーでスモモが原料のものはカシス、プルヌ、アブリコ、ポワールウィリアム。プルヌ。カシスはクロスグリ、アブリコはアンズ、ポワールウィリアムは洋梨です。ジュニパーベリーやコリアンダーシードなどのボタニカルを加えて再度蒸留したスピリッツはジン、ウォッカ、テキーラ、ラム。ジン。ジンは香類が原料です。麦芽や酵素剤を使って糖化、発酵、蒸留してできたスピリッツにボタニカルを加えて再度蒸留したものです。テキーラの種類で1年以上熟成させたタイプの名称はエキストラアネホ、アネホ、レポサド、ホーベン。アネホ。アネホは1年以上、エクストラアネホは3年以上熟成させたタイプです。レポサドは2ヶ月から1年未満の短期熟成。ホーベンはブランコとレポサドのブレンド、もしくはブランコを着色したタイプです。AOC マルティニックラムアグリコールの消費される時点での最低アルコール度数は 30%、38.5%、40%、65%、40%。マルティニックラムアグリコールはサトウキビの搾り汁を発酵させ蒸留して得られたラムにのみ認められています。消費される時点でのアルコールは 40% 以上です。北欧で製造される製法がジンと同じスピリッツはジン、テキーラ、ウォッカ、アクアビット。アクアビット。ジンの香味がジュニパーベリー中心であるのに対して、アクアビットはキャラウェイ、フェンネル、アニスなどを用います。クレームドカシス1リットルあたりに必要な最低糖分量は 250g、300g、350g、
400g。 400g。 EU ではアルコール 15% 以上の酒類飲料のうち、糖分含有量が1リットルあたり 100g 以上の酒をリキュールとしています。1リットルあたり 250g 以上の糖分を含めばクレームドという呼称が使用できます。ただしクレームドカシスだけは 400g 以上が必要です。アブさんの香味の主原料はアーティチョーク、ニガヨモギ、リコリス、ボタニカル。ニガヨモギ、アブさんはニガヨモギを香味の主原料とするリキュールです。ニガヨモギに含まれるツヨンが健康を損ねることが分かり、一時製造中止となっていましたが、現在はその許容を定め、再び各国で生産されるようになりました。スーズの主原料はアーティチョーク、オレンジの果皮、クロスグリ、ジェンシアンの根、ジェンシアンの根。スーズは林道化、ジェンシアンの根を主原料とするアルコール度数 15% のフランス産のリキュールです。アーティチョークを主原料とするリキュールはシャルトリューズ、ベネディクティン、スーズ、チナール、チナール。チナールはアーティチョークを主原料に13種類のハーブや植物を使用したアルコール度数 16% のイタリア産のリキュールです。ドランブイはどこの国のリキュールか。ドイツ、イタリア、スコットランド、フランス。スコットランド。ドランブイはスコットランドのリキュールで、スコッチウイスキーに蜂蜜やハーブを配合したものです。名前には心を満たす飲み物の意味があります。キュラソーの原料はオレンジの果皮、チェリー、クロスグリ、リンゴ。オレンジの果皮、キュラソーはオレンジの果皮で香味形成したものです。代表的な銘柄にルクサルドがあるチェリーを発酵、蒸留したイタリアのリキュールはガリアーノ、マラスキーノ、アマレット、フランジェリコ。マラスキーノ。マラスキーノはマラスカ州チェリーを発酵、蒸留した無色透明のリキュールです。マティーニやマンハッタンを作る際に用いる技法はブレンド、シェイク、ステア、ビルド。ステア。ステアは混ぜる、攪拌するの意味です。マティーニはジンとドライベルモット、マンハッタンはウイスキーとスイートベルモットで作ります。クレームドカシスと白ワインで作るカクテルはフロリダ、バンブー、キール、スティンガー。キール。キールはワインベースのカクテルとして、キールロワイヤルとともにアペリティフに最適なカクテルです。このチャンネルではワインソムリエ試験の対策をコンテンツの目的として、学ぶって楽しいをコンセプトにお届けしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。